推薦入学とは、主に大学や高校が学生を募集する際に、出身校からの推薦を受けた学生を選抜して入学させることである。選抜の基準は、学業やスポーツ、芸術分野など大学、高校が要求する特定分野の成績、調査書等で判断される。近年は、自己推薦、社会人推薦など出身校の枠や現役、浪人の別を問わないなど、 推薦入学の形態も変化しつつある。北陸大学のように国内の全高校を推薦入試指定校にしたり、立命館アジア太平洋大学のように予備校に推薦入試枠を与える事例も見られる。厳密な推薦入学制度ではないが、特別な技能、クラブ活動や生徒会、ボランティア活動等の実績、資格取得の有無などを判定材料の一つとする大学が増えている。 出願資格として、情報処理技術者試験、日照簿記検定、実用英語技能検定、日本漢字能力検定の上級認定取得、トーイックなどの高得点が要求されたり、それらの学習を通して得た結果、入学後の勉強の意向などを面接で聞かれる場合がある。推薦入試は大きく、指定校生と公母生の2種類に分けられる。指定校生推薦は、 自分の在籍する学校が指定校になっていなければ応募できないが、公募制推薦は、高校の推薦基準と大学の出願条件を満たしていれば応募できる。学校側のメリットとして、優秀な学生を早期に確保することができる。2005年の早稲田大学の評価報告書では、政治経済学部において指定校推薦入試で入学した学生たちが収めた、 学業成績の平均点は他の入試形態で入学した学生の平均点よりも優れていたことが示されている。佐賀医科大学の追跡調査でも学内成績の動向を見る限り、推薦生の成績順位は一般教育科目専門教育科目を通じて一般生より良いことが示された。大島小専攻等専門学校の成績調査では全体的に 学力入学者に比べて、推薦入学者の方が高得点を上げているが、これは、例外なしの法則ではなく、志望者の目的、動機がどれだけ明確であるかを、学校側が的確に判断するのが重要とされる。学生側のメリットとしては、通常の入学試験で課せられる、試験科目が軽減、もしくは免除されることが多く、通常の入試時期よりも早い段階で、 合否判定が行われることから受験の負担が軽減される。名古屋学院大学の調査では、一般入試による入学者に比べ、推薦入試による入学者の方が大学、助籍及び天学部、天学科社が多かった。また、東京工芸大学の調査では、 推薦入学試験で入学した新入生の平均点は一般入学試験で入学した新入生の平均点よりも5強化全体で低い結果となった。特に指定校推薦の場合合合格したら入学を確約しなければならず、早期合格とは引き換えにチャレンジ校への受験、合格機会を手放すことを強いられる。また、出身校は将来的にも 推薦枠を確保したがるので、推薦入試で入学した場合、中退、転学などがしにくくなる。さらに、公立大学の場合、指定校推薦が、それぞれの大学がある地元の高校に通っている、生徒を優遇すると定められていることが多く、もしその生徒が合格すると、地元人材育成の観点から地元以外の企業への就職が難しくなる。全体では、 成績不振になった場合、公立大学では指定校制度で合格したのに、地元以外の企業に就職した場合やその意思を示した場合は、将来の推薦枠を返上しなくてはならない可能性がある。ありがとうございます。